平野翔 MV 撮影中にまさかのハプニング。その真相にファン騒然。赤面スパーク平野翔のリトル翔が炸裂。アリカエルの顔撮影の裏側で見せた無邪気さにファンメロメロ。平野翔は、今や日本のエンターテインメント界で最も注目される若手アーティストの一人です。彼はその多彩さと努力家としての姿勢で、幅広いファン層から愛されています。 ダンスのキレや歌唱力はもちろんのこと、彼の作品に対する情熱と献身は、ファンだけでなく業界の同僚やメディアからも高く評価されています。特に、彼が所属するグループ、ナンンバーアンダーアダラインアイでの活動は、平野の才能をさらに引き立てています。先日、平野は自身のインスタグラムにいくつかの写真を投稿しました。その中の1枚が SNS 上で大きな反響を呼び、 何度も見返されるほどの話題となりましたこの写真には、平野と他のメンバー、岸優太と神宮寺優太が MV の撮影中に事故に遭ったのではないかという憶測が広がりました。しかし、平野はすぐにインスタグラムストーリーでその噂を否定し、自分はただアリを探していただけだと説明しました。この無邪気で可愛らしい発言に、SNS は一瞬で爆発的な盛り上がりを見せ、 彼の素直さと純粋さに対する愛情がさらに深まりました。このエピソードは、平野のファンにとっては彼の魅力を再確認する機会となりました。彼のファンベースは、彼の努力や才能だけでなく、彼の人間性や自然体の姿に惹かれているのです。平野はしばしば、その天真爛漫な一面を見せることで、ファンとの距離を縮めています。撮影の合間にアリやカエルを探すという行動は、 まるで少年のように無邪気で、ファンはそんな彼を、リトル・ショーと呼び、いつまでもそのままでいてほしいと願っています。平野の投稿には多くのコメントが寄せられ、ファンたちはその愛らしい姿に癒され、日常の中での小さな楽しみを彼と共有しているかのように感じています。平野のインスタグラムは、彼の日常や仕事の裏側を垣間見ることができる貴重な場所であり、ファンにとっては大切な情報源です。 彼の写真やストーリーは、しばしばファンとのインタラクションを生み出し、SNS 上でのコミュニケーションを活発にしています。このように、平野翔はエンターテイナーとしてだけでなく、人間としても多くの人々に愛され続けています。彼の無邪気な行動や言動は、ファンにとって大きな魅力であり、彼がどんなに忙しくても、その純粋さを失わない姿勢は、彼の真の強さと言えるでしょう。 今後も平野翔がどのような活動を展開していくのか、そしてどのようにファンとの絆を深めていくのか、非常に楽しみです。このようなエピソードを通じて、彼がいかに特別な存在であるかが再確認され、彼のファンであることが誇りに思える瞬間が増えていくことでしょう。平野翔の魅力は、その多面的な才能と純粋な人間性にあります。彼は、単にパフォーマーとしてのスキルだけでなく、 その飾らない素直さや親しみやすさによって、多くの人々の心をつかんでいます。例えば、彼がインスタグラムで見せる日常の瞬間は、ファンにとって特別なものです。これらの投稿は、彼がステージ上で見せるカリスマ性とは対照的にもっと身近で親しみやすい一面を垣間見ることができる場所です。ファンは、彼が仕事にどれだけ真摯に取り組んでいるかを知る一方で、 彼が忙しい日々の中でも小さな楽しみを見つける姿を見て、その人間性にさらに惹かれていくのです。また、平野の SNS での活動は、ファンとの直接的なコミュニケーションを可能にしています。コメント欄でのやりとりや、ストーリーでのリアルタイムの反応は、ファンにとって彼とのつながりを感じる重要な手段となっています。このようなインタラクションは、ファンベースを強化し、 彼に対する忠誠心を高める要因となっているのです。平野が SNS を通じて見せる彼自身の姿は、ファンにとっての癒しであり、励ましでもあります。彼がシェアする何気ない瞬間やユーモラスなコメントは、ファンの日常に小さな喜びをもたらし、彼がただのアイドルではなく、共感できる存在であることを再確認させます。さらに、彼のグループ、ナンバーアンダーライン愛での活動も、 平野のキャリアにおいて非常に重要な要素となっています。岸優太や神宮寺優太とのチームワークは彼の魅力をさらに引き立て、グループとしての一体感を感じさせます。ファンは彼らが一緒に過ごす時間や撮影の裏話を楽しみ、彼らの友情や絆を見守ることができることに喜びを感じています。また、平野がリーダーシップを発揮する場面や他のメンバーとの関係性が垣間見える瞬間は、 ファンにとって非常に感動的です。これらのエピソードは、グループとしての成長や個々のメンバーの成長を感じさせ、応援する側としての満足感を与えてくれます。平野翔が見せる、無邪気なリトル翔の姿は、彼の本質を表しているのかもしれません。彼がアリやカエルを探す姿は、単なる子供っぽい行動としてではなく、彼の心の純粋さや、 日常の小さなことに喜びを見つける能力を象徴しています。このような姿勢は、忙しいエンターテインメント業界で生き抜くための重要な要素であり、彼がどんな状況でもポジティブであり続ける理由の一つかもしれません。彼の無邪気さは、ファンだけでなく、同僚やスタッフにとっても、彼と一緒に働く喜びを感じさせる要因となっているでしょう。また、平野のこうした無邪気な一面は、彼がストレスを解消し、 バランスを取るるための方法であるとも考えられますエンターテインメント業界での活動は時に非常に過酷で精神的にも肉体的にも大きな負担を伴います。しかし彼が自然体でいることで過度なプレッシャーに対処し自己をリフレッシュさせることができるのです。これが彼の長期間にわたる成功の鍵であり今後も彼が輝き続ける理由となるでしょう。このように 平野翔はその多面的な魅力でファンを魅了し続けています。彼の努力と才能、そして人間性は、今後も多くの人々に影響を与え続けることでしょう。彼のインスタグラムの投稿や日常の一コマは、ファンにとって大切な宝物であり、彼とのつながりを感じさせる瞬間です。そして、彼がどのようにしてこの業界でのキャリアを築いていくのか、またどのようにして自分自身を成長させていくのかを見守ることが、 ファンにとっての喜びであり、誇りでもあります。これからも平野翔がその無邪気さを失わず、ファンとの絆を深めながら活動を続けていくことを期待しています。彼の成長とともに、ファンもまた新たな発見や感動を味わい続けることでしょう。彼の一挙手一投足が、多くの人々にとってインスピレーションとなり、元気や勇気を与える存在であり続けることを願っています。 撮影の合間に帰る探してたりあり探してたり、少年みたいに無邪気な愛おしくて大好きなリトルショー、ずっと消えないでいてね。ハッシュタグ野ショーアンダーラインインスタグラムバックスラッシュ。オフ章。章くんたくさんありがとう暗闇に佇む騎士くんもちゃんと見つけたよ V サイン。ねえ、神くんまた事故ってない。かわいいね。かわいいよ。オフショー。 翔くんたくさんありがとう稲妻稲妻稲妻暗闇に佇む騎士くんもちゃんと見つけたよぶサイン。ねえ神くんまた事故ってない。かわいいね。かわいいよ。翔くんのストーリーは、いつもかわいい赤いハートは。そしてバコプロ始まったね。翔くん忙しい中ありがとう赤いハートあきゃ。ショくクハート。たくさんのカメラ嬉しい。どれもめちゃくちゃいいカメラ。 アリさん探す丸まってる翔君、なんか好きハート。